さとみと言います。今日は、ハッピーリーフティータイムという、このビアーズカフェでのひよさんとのイベントをお越しいただきましてありがとうございます。それと、配信をご覧の皆様ま皆様ま皆様もありがとうございます。一番手さとみです。よろしくお願いします。では、ウォーキングアローンという曲です。全然配信慣れしてないというね感じですけども、では、続きまして、私が20代の時に初めて曲というものをギターを使って作りました。曲が休日という曲です。歌います。休日はいつものようにしに乗って電車に通し
ありがとうございました。休日でした。それでは、あ、皆様、あのご注文もう結構卵サンドとか唐揚げとかあのいただいた後のような顔をしておられますね、皆さんね。はい、私もあのちょこっとさっきあの唐揚げをつまませていただきまして、緊張を取るにはやっぱりちょっと食事を入れるといいですね。ちょっと喉がね、潤いました。ありがとうございました。何のありがとうございます。誰に誰にって。あ、トマトジュース、はい、今んとこ大丈夫です。はい、トマトジュースも頼んでいます。ぜひぜひ。あ、あの配信をご覧の皆さんもあの今ちょうど晩ご飯ぐらいのね時間かなと思いますので、あの食べてください。食べたり飲んだりしてね、リラックスして聞いていただけたらと思います。では、悲しい場面。
悲しい場面でした。ちょっと今日は曲をあまり曲順を考えてませんでして、ちょっと思いついたのをやってみております。もうね、このノートに、なんかすごくいっぱい書いてるんですけど、曲順をずっと決まらなかった、結局最後まで決まらなかったんで、はい、私は普段フランソワーモという名前で2人組男女ユニットで活動してまして、割と音と歌の融合という感じでやっています。で、その前はアコースティックバンドでカボスズっていう名前でやっておりました。で、弾き語りの歴はまだ3年で、ちょっとね前に始めたという感じです。で、昔の歌から最近の新曲まで歌っていけたらいいなと思ってやり始めました。じゃあでは、その頃ね、若い頃にやってた、いけるかな、葉っぱの旅という曲で、ストリートでよく歌って、こう見えてストリートで歌ってたんですよね、あちこちの駅でね。ね、もう今やったら絶対できひん、緊張してできないですけど、各駅で歌ってましたね。その頃の歌をやります。葉っぱの旅。Baby
ギターの音どうですかね。歌の声とバランスいい感じですか。グーグーグー、はい。はい、で読んだらすぐわからなくなるっていう次のみたいな。ですね、いやそうですね、はい。あ、ちょっと暑いですよね最近ね。あ、暑い、暑かったっけ、うん、ちょっとでも今日も涼しくなりましたね。だから暑くなったり寒くなったりですけども、うん、ちょっと早いですが夏の歌で優しい目という曲やります。夏の空しい目でした。
前半懐かしい曲、後半ちょっと最近目の曲をやろうと思ってまして、でちょっと懐かしい曲がいっぱいやってしまってますね。で今ちょっと何曲やったかちょっとわからなくなっていますが、昔あの観覧車に乗ってっていう曲があったんですね。でそれをちょっとまた思い出してやってみようと思います。観覧車とか乗ってないですよね、全然ね。私もですもう高いとこもう高いとこが多分無理と思います。昔はガンガンね、ジェットコースター大好きで乗りまくってたんですけど、ありがとうございます。ではちょっと次の曲ね、観覧車に乗ってやってみます。観覧車に乗ってでした。はい、では後半いきます。後半というかもう後半ですね。この前に時計があるのでだいたいあと10分ぐらいなんで
2曲か3曲ぐらいですね。はい、やらねば新曲をね、新曲ができましたので、今日はひよさんが新曲を披露するというのを聞いていまして、それであのあ、ちょっと私全然新曲ないわと思って、私も作らんなと思って、ちょっと頑張って無理して、短時間で作りました。はい、春の曲がなかったんで、春の新曲できました。春という曲です。なんでやねん今日は本当ね、思わぬなんていうか、多くの方が、来て足を運びいただきまして、雨の中本当にありがとうございます。配信をご覧の皆さんも本当にありがとうございます。ね、ちょっとやっぱりね、コロナの中でなかなか歌うっていうことが歌いにくくなりそうになってまして、頑張ってやってるんですけども、ひよさんと力を合わせてこうしてイベントをね、開くことができて、そして歌うことができ、そして聴いてもらえるっていうことが本当にありがたいです。もうありがたい以外にありません。でこれからもゆっくりとイベントも続けていきたいですし、私自身も歌うっていうことをね、
やめないで、できるだけ長く歌っていきたいなと思ってますので、どうぞ皆さんも長生きして見に来てください。私も長生きします。ね、あの皆さん今日音楽やってる方が多いんで、もういろいろね、思い悩むこともあるかもしれません、今の時期ね。でもみんなでなんていうんかな、今はつながってちょっとしんどい弱音とかを友達に話したりすることがすごく大事と思ってます。あまり一人で頑張りすぎないようにして、で切磋琢磨、ピック落とした。ちょっとピックと切磋琢磨しました。切磋琢磨のね世界なんですけども、でもやっぱりね仲間って大事なんで、支え合ってやっていけたらなと思います。はい、では「輝きは」という曲で、私昔ね、若い頃はちょっとメンタルやられてお家でちょっと引きこもってまして、でまあその時期があったからね、今元気でこうして復活できてますのでね、ぜひぜひ長く生きることをおすすめします。だからしんどい時ばっかじゃないんでね、頑張って生きてたらいいこともあるのでね。それを言いたいと思います。長生きの歌じゃないですね、輝きは。ただ君は悲しみに沈んでいたのに、ただ僕は苦しんでもがいていたのに、みんな輝きだ、まるで夢の中。ただ君は渦の中叫んでいたのに、ただ僕は雨の中震えていたのに、みんな輝きだ、まるで夢の中。どこかで誰かが呼んでいるよ、
瞳を細めて赤が輝きはでした。それでは、最後にさよならの時という曲をやって終わります。ちょっと告知させていただくと、私が普段やってるフランソワーモっていう男女ユニットなんですが、ライブが5月の6日ナンバーメレ、そして、5月29日が大和郡山プラチナ食堂ということで、皆さんもお誘いいただいた皆さん、そしてありがとうございます頑張って、活動を続けていきたいと思います。また、こちらでひよさんとのイベントも、やりたいと思ってますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。さよならの時、さよならの時が近づく、見守ってくれた人たちよ、さとみでした。この後はひよさんです。
まりましたか。はい、はい、では、後半はウクレレ弾き語りのお費用でお楽しみください。今日は、サトミーさんとの、ツーマンライブ、一応ね、企画ライブになってまして、タイトルがあるんですよね。はい、ハッピーリーフティータイムということで、これですね。これかな。これですね。はい。あのフライヤーを作っていただきまして、お茶を楽しむような感じで、ゆっくり聞いてもらえたらと思います。はい、よろしくお願いします。では、ちょっと待ってくださいね。ごめんたいか。1曲目、チグとハグ聞いてください。ありがとうございます。1曲目ジグとハグでした。はい、今日はあれですね、唐揚げオンパレードで、はい、
や、今日はなんかね、来るときに私今日唐揚げやなって思ったんですよ。唐揚げ多分頼むやろなと思ってて、そう、そしたら結構今日みんな唐揚げ率高くてね、予約されてたりとか してたんでびっくりして、でなんかさとみさんも唐揚げ食べたらすごい中で声の調子が良くて、後半の声の伸びがもう最高でしたね。唐 揚げ効果ということで、そうですね。なのでベアーズカフェに来たらまず唐揚げから行ってもらえると、皆さんミュージシャンの方もね、調子がいいかなと思います。私ちょっとね、唐揚げあんま今日そんなに食べてないね、まだなんか本調子じゃない感じが いいわけじゃないんですけど そうですね、ちょっとなんかまだちょっと唐揚げ効果きてないなっていう、感じです。ではでは、2曲目、「風に吹かれて」という曲を聴いてください。悲しいことは風に吹かれて、楽しいことが待っているから、という曲でした。そう、今日は
ちょっと新曲を歌いたいと思ってるんですが、さっきそうさとみさんの新曲がめっちゃ良くてなんかもう私いいかなって思ってでしかもちょっと似てるところも、はい、あったりするので、はい、そうですね、ちょっと新曲はもう少し後にしましょうかね。ちょっとだけ水分補給します。なんかめっちゃ喉乾くんですよ。何や、唐揚げ食べたからかな。あ、コメントくださってますね。皆さんよく来ていただいている配信の方々がいつも来ていただいてありがとうございます。月花さんのこの間のライブ配信見ました。あのウグイスの話がとても面白かったので、あのまた皆さん YouTube で見てください。はい、すいません余談です。今日はそうですね、結構あの日曜日の夜ということでね、あのちょうど夕食時でご飯食べながらね、あの聞いてくださってる方もいるかなと思うんですが、今日はもしかしたらあの配信見てる人も唐揚げの可能性がありますね。なんかそういうのってありません？なんかちょっとリンクしたりとか、またあの唐揚げやった人あのメッセージください。はい、すいません、どうでもいい話。はい、じゃあもう一曲、いつも歌ってる曲で遠い記憶という曲、はい、これは家族の、ことを歌った曲なんですけど、今日は実はすごいファミリー感のある、ね、ライブになっておりまして、なんか私もファミリーの一員になったつもりで、はい、歌わせていただきます。遠い記憶、聴いてください。忘れてた君のこと、叶わない
しまい込んだ思い出す遠い記憶優しさに溢れていた溢れていた ありがとうございます。遠い記憶でした。はい、ではでは新曲に行ってみたいと思います。いや自分でハードル上げましたね。新曲やりますとね宣伝しちゃったので、ライブでやるのは、はい、今日が初めてです。ではではでは何か行こうかな。はい、そう、さとみさんはね春の曲を作られたんですが、私も春の曲を作りました。ちょっとね違うんですけど、私が作ったも春でもミモザちょうど3月ぐらいですかね、なんかふわっとできた日がちょうどなんかミモザの日あって、で春っぽい曲なので、タイトルをミモザにしました。聴いてください。ありがとうございます。ミモザでした。いやめっちゃ緊張しますね。いやこの曲ちゃんと弾いてみんな聴くの初めてですね。はい、もうちょっと続けてもちょっと新曲全部やっちゃいますその方が気が楽になりそうなんで今何分から始めましたっけ。8時半くらい、あ20分ぐらい、あと20分ぐらい、半分ぐらい
ね、いつもこんなんね。え朝までみんな帰らせへんでってさとみさんが言ってます。私じゃないですよ私は帰りますよね。そう、次は、そう、これは作ったのは今年なんですけど、去年の思いというか、まあコロナでねちょっと歌えなかったり、歌ってええんかな、歌いたい歌っていいかなみたいな、なんか答えの出ない時にちょっと作った歌で、わからない時の歌っていう曲を作りました。よいしょ、ちょっと待ってくださいね、光で歌詞が見えない。今月はね、さとみーさんと私めっちゃ会ってるんですよ。何回会いましたっけ。はい、3回ぐらい。あ、でもジョータ君の方が合ってるかなよく考えたらそうですよね。うんねえ、ちょっと待ってください、余計に譜面がおかしくなってよいしょ、あれ、あ、いけます。ちょっとなんか、はい、光ってしまって大丈夫かな。はい、では、わからない時の歌聴いてください。いつも一緒って思ってた、何も変わらないって思ってた、なんでなんでって言われても、すぐにすぐに答え見つからない。私の声は届いてる、それさえわからずさまようてる、なんでなんでって聞かれてもわからない、わからない。心の中はいつも空、私は自由に泳いでる、なんでなんでって言われても、私の空は広がる。嫌いな空、時の歌でした。いや、やっぱりちゃいますね、新曲は緊張しますね。はい、では、3曲目、これも新しい曲で、この曲は、なんかずっとワンフレーズだけあって、呼吸っていう曲なんですけど、うん、結構そうですね、こうリラックスしたい時ってこう深く息をね吐いたりするしたらすごく楽になったりするんですけど、そう言いながら自分が今一番緊張してて全然深く呼吸できてないんですけどちょっとゆっくり息を吐きながら歌いたいなと思って、はい、作った曲です。聴いてください、呼吸。
ございます。呼吸でした、はい、新曲が終わってとおかしいけど、はい、ありがとうございます。いや、今日は本当に順番とかも決めてなくて、新曲が歌えればいいなと思ってしてたんですけど、そうですね、何を言おうとしたんやろ思わずさとみさんの顔を見てしまったなんか言うとくことありますかはい、あ、そうですね、この後前回と同様お楽しみ会が、はい、ありますので、はい、まあ、ここから急に帰りますっていう人はいないと思うんですけど、はい、最後まで聞いて行っていただけたらと思います。はい、2人でね、はい、ちょっと前回と違うんですけど、はい、やりますので、はい、お楽しみにしてください。はい、あと2曲くらいかなですかね。え5曲もないんですよすいませんいや、なんかなんか今回の新曲合わせて一応10曲できたんです。はい、ありがとうございます。本当に何やろう、そう、ビアーズカフェに来た時って私オリジナルやってたんですかね。はい、うんうん、やってましたっけ。あ、そうですよね。でも本当に初めの頃オリジナルがなくて、
もう半分ぐらい、誰かのカバーとかしたりとかしてて、で、まあ、1年に1曲ずつぐらい、はい、増えて、まあ、でも10年もしてないので、多分1年に1回ペースで、うん、そうですね、できてきた、ここ5年ぐらいでできた感じですかね。でも今回こんだけ新曲がわっとできたのは、やっぱりコロナがあったり、ちょっとやっぱり今までと違うことがあって、なんかいろいろ思うことがあったのでね、しんどいことも多かったですけど、なんかまあこうやって伝えたりすることができるのはまあありがたいなと思います。はい、ではそうですね、次どうしようかな、ちょっとなんか新曲が歌い終わってちょっとでも力尽きた感がありますどうしよう、いつも何歌ってたかな、あと今じゃあ待って、もうあと最後ラストで大丈夫ですかね、ああともう一曲、じゃあちょっとあと2曲歌います。はい、ありがとうございます。そう、歌うことが好きで、ですね、ただ歌いたいのよっていう曲を歌いますなんか演歌みたいですよねすいません、めっちゃ普通の、はい、J-POP です。
ラストの曲にさせていただきます、はい、いやーねすごいな今日いい感じですねすごいさとみさんが前半 MC と曲で盛り上げてくださってすごくいい感じで歌えたというか流れがね、はい、かったと思います、はい、では、一応最後かなと思っていけど、はい、私の好きなことという曲で、はい、締めます。ありがとうございました。ひよでした。でした。はい、では少し休憩いたします。はい、お願いします。ではでは、ではでは、最後お楽しみコーナー、はいはい、お楽しみの回です。はい、あ、回でした。何も正式に決まってないんですけど、ひよさんと、月1ぐらいで、スタジオに入って曲を練習して、それでこの、イベントの最後にやりましょうということを決めてまして、今回、スピッツのチェリーという曲を、練習してきました。聴いてください。チェリーってこういう曲ですよね。そうですよね。はい、はい、ちょっとね、はい、ちょっとイントロだけさせていただきました。はい、1回でしたっけ、イントロ。うん、2回。あ、2回。はい、ということで本番いきます。本番って今の何やったやろ今の幻、なんかね、幻聴かな。
はい、それでは全部忘れて今のこと全部忘れて、じゃあチェリーという曲を練習してきたんで、配信の皆様もよかったら聴いてください。ありがとうございました。配信をご覧の皆様もありがとうございます。
You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. これ見えた。皆さんありがとうございました。無事にズームライブ終わりました。はい、はい、楽しんでいただけたでしょうか。楽しんでいただけましたか。またぜひこれからもイベントを続けていきたいなと思ってますので、はい、はい、またぜひお店にもよかったらまた、ね、はい、足を運ぶ。はい、足足そうですね、足を運んでいただけたら、はい、嬉しいです。はい、またぜひお会いしましょう。お会いしましょう。はい、今日はありがとうございます。はい、まだまだ皆様お元気で、また会いましょう。ではまたさようなら。皆様、おやすみなさい。